女子ゴルフの今季最終戦。ツアー選手権離行杯は24日から4日間。宮崎 CC6487 ヤード。パー72で開幕する。前週。米ツアー最終戦方米。強行軍の渋野ひな子は時差ボケも残る中。プロアマ戦などで調整。ラウンド後には2代目。となる。コーンのミャンコと出会い。 再びバーディーラッシュを予感させた。コーンのニャンコとの出会いが、バーディーラッシュの再現を予感させた。プロアマ戦を終えたシグノを待っていたのは、宮崎 CC の新アイドル、猫のグレちゃん。早速、チュールを食べさせ、頭を親しくで、20日にデイツアー最終戦を終え、前日夜に帰国したばかり。まだ時差ボケも残るシグノだが、みるみる笑顔になった。 二年前にも、コーンの黒猫がいた。宮崎シーシーに住み着くクロタンを撫でた二日目。前半に三つ。ハーフで再び撫でた後の後半も連続バーディーを決めた。だがその後、クロタンは白血量で死んだ。二代目として登場したのがグレだった。実は、グレの飼育係も務めるハウスキャディの山本和恵さんが今回、支部のノバックを担ぐ。 コーンの縁で繋がった。19年が2 20年が3位。相性もいい宮崎は心躍る土地だ。からしね、自撮り、餃子、うどん、何を食べたらいいかわからない。前夜もよく寝たなぁと思って目が覚めたら、まだ午後11時半。再び眠ろうとするが、未明の3時半には起床してしまった。完全な時差ぼけ。それでも、 ゴルフへの影響は感じないと笑った。先週15日に24歳になった。単純にもっと強くなりたいと抱負を語った。今季最終戦の初日は、同じ98年度生まれで、黄金世代の原入り花と同組となった。原ちゃんとは今年、回ってない。めちゃくちゃ楽しみ。二人で盛り上げられると嬉しいです。二代目、コーンのニャンコを味方につけ、 シ部の画書に力ラッシュする、マキの絵になりますね。人柄の良さが滲み出ています。頑張れを応援しています。何の感の言っても、応援しているので、演技担ぎしなくて実力をつけてくださいね。ほんまに、コーンの、にゃんこや、バックナインヨンバーディーありがとう探したも頼むにゃ。好きにすればいいさ。それで元気になれるなら、めちゃくちゃいい写真だ。まあ。 気し渋こ失礼。の笑顔で玉響沖縄メロメロです。何にでも、弦を担いでマイナスを出し続けてください。レッド、言う、keep、under、アン,ーアーアンドオペフリエンジョイングザビクトリーアットザネクストメジャー。アイホークは、ヨー u ー are go o u t i f に under。par ショットアット、 APR3 ホールティアはザテレビスクリーンインザニア F2RE。期待しとるがな10歳。日本女子プロゴルフ協会ツアー選手権離行杯第1日24日。宮崎、宮崎 CC6487 ヤード。パー72。今季の優勝者ら40選手のみが出場できる今季最終戦となる国内メジャー大会。 前週の米ツアー最終戦出場から、強行日程で参戦の渋野日向子サントリーは69で回り、首位と三打差の10位と後発進した。年間女王を決めている山下美優加賀電子が66で回ってし、一打差の2、胃に藤田才木チェリーゴルフラー5人が並んだ。一年を締めくくる最終戦の初日は後悔から始まった。前夜は、 サッカーワールドカップで日本代表がドイツ相手に白星。その頃、強行日程で22日に帰国した渋野は爆睡中だった。時差ボケに負けて、午後9時には寝ていました。結果を知って、マジ、ってなって、テレビを見ればよかったと後悔しました。歴史的な瞬間は見逃したが、熟睡効果で時差ボケは解消。後半に、 4バーディーとギアを上げた。13番は、グリーン左バンカーからの3打目を。ピン、そば1メートルにピタリと寄せた。ベイツアー挑戦1年目で、ちょっとだけ上手くなったと胸を張った。バンカーショット。ピンまで20ヤード。左足下がりで、めちゃ難しかった。フェースをいつもより開いて、上からドンという感じ。もう、どや顔ですよと笑った。今季は、 日米ツアー、共に優勝はないが、終わりよければ全てよし。日本を代表して世界で戦っている選手がたくさんいる。サッカーとか競技は違うけど、たくさん勇気をもらっています。自分も日本代表の一人。最後は、豪快に、今季、初部位のゴールを決める。メジャーチャンピオンは永久。やっぱり歴史的な勝利と思う。 シブのプロ自身も歴史的勝利を成し遂げた一人なのでは。日本女子プロ界のレジェンドは、樋口さん、岡本さん、不動産、渋ちゃんの4人、寝ぼけた記事だ。日本女子プロゴルフ協会ツアー選手権離行杯第1日、24日、宮崎、宮崎 CC6487 ヤード、パー72、前週の米ツアー最終戦に出場し、 強行日程で参戦する渋野ひな子サントリーは4バーディー。1ボギーの3アンダー69で回り。首位と3打差の10位と後発進した。前半をバーディーなしの1ボギーで折り返した渋野は、後半のインでバーディーを量差。10番は残り73ヤードの2打目を1メートルにつけ、続く11番は4メートルを沈めて連続バーディー。 13番はグリーン左バンカーからの3打目を1メートルに寄せて、バーディーを奪った。今季から主戦場をベイツアーに移し、唯一うまくなったのがバンカーショットと話していたが、13番のバンカーショットはまさに秀逸の一だ。左足下がりのライでピンに近い方のバンカー、フェースをいつもより開いて、上からドンという感じで打った。 もうどや顔ですねと得意げに笑った。前夜はサッカーワールドカップで日本がドイツに歴史的な勝利で白星スタート。時差ボケに負けて午後9時に寝たんです。結果を知ってテレビを見ればよかったと後悔しました。競技は違うが世界を相手に戦うのは同じ。そういう人たちにパワーをもらっていますと笑顔で話した。自分のことに集中したがいい。 1> 第1日24日宮崎 C 四6487ヤードパー72賞金総額1億2000万円渋野ひな子が3アンダーの69首位と3打差10位でスタートした1オーバーで迎えたいんでスイッチが入ったグリーン横に約10人のちびっこファンがいた10番パー4で73ヤード58度のウエッジでベタピンにつけ イーブンに、何年生、と聞くと、5年生、思わず、かわいいと呟くと、子供たちは、かわいいって言ってくれたと喜んだ。笑顔にパワーをもらい、11、13番、そして、423ヤードもある最終18番パー4で、4メートルのスライスラインを沈め、左手でパターを掲げた。ご機嫌な一日だった。 前夜のサッカーワールドカップの統一戦は見損ねた。時差ボケに勝てず、キックオフ1時間前の午後9時に寝落ち、朝起きて、日本代表の金星を知ると、マジで、と驚き、急いでテレビをつけて、ダイジェストのニュースをむさぼるように見た。見ればよかったです。いろんなスポーツの日本代表があって、私は特に団体戦が好きだし、 実家でも代表戦があったら、よく見ます。